こちらが盗まれた箇所になります。ここまで大規模に被害に遭ったのは初めてです。津山市鴨町と鏡野町本原高原およそ800メートルの範囲で23枚のグレーチングが盗まれました。盗難防止の鎖がついていましたが、これも切られたといいます。鉄が今高騰しておりまして、それの売却するために取っていったのではないかと。被害総額は156万円相当。ある理由で人目につきにくい場所だったことが災いしました。実はこの道路、去年8月の台風で一部が崩落し、通行止めになっているんです。台風で道路が崩落、陥没した部分の工事が続けられてきましたが、今月中旬に完了。25日に津山市職員が通行止め解除に向けた点検作業を行った際、盗難に気づいたといいます。その日のうちに警察に被害届を出しました。道路の安全に関わることで大変危険な行為でありますので、やめていただきたいと。道路は来月1日に開通する予定で、グレーチングが盗まれた部分は三角コーンと工事棟で注意喚起するということです。